アキシーユラジェマイケンシス赤オタテガモはカモメカモカの鳥類の一種。種商名はジャマイカのという意味。基準種、オージェジェマイケンシスのオスの成長は赤サビ色の体に青いくちばし、白い顔面、黒い頭頂部を持つ。メスの成長は肺褐色の体に灰色がかった顔面と暗色のくちばし、頭頂部、光線を持つ。南アメリカに分布するアシュ。 OJ ファージニアは、より大型で顔面が黒く、時に別種とされることがある。OJ アンジナー種は、白い顔面にいくらか黒が入る。肉高、新熱イ育に広く分布する。イギリスで飼育されていた個体が逃げ出して帰化し、そこから移動した個体の子孫が、ヨーロッパ中に広く生息するようになった。本種は繁殖行動が荒っぽく、絶滅危惧種。 カオジロウタテガモと雑誌を形成することから南ヨーロッパでは特に問題になっている。現在イギリスでは外来種アカオタテガモを根絶する計画が進行中であり論争を呼んでいる。繁殖地は植生の多い沼地、湖、池である。水辺の茂みの中に巣を作る。津貝は毎年新しく形成される。凍結しない湖や池。 海沿いの湾で越冬する渡り鳥である。潜水し、水中を泳ぐことができる。主な食料は、水辺の植物の種子や、根、水生昆虫類や、甲殻類である。コロンビアアカオタテガモは、アカオタテガモとアンデスアカオタテガモの雑種である、可能性がある。コロンビアに分布する、オージェイアンジナの個体数が少なくなってきているため、保全のために殺キユニア種間の遺伝的な関係を、 明らかにする必要がある。アキシーユラゼマイケンシス。ありがとうございます。